これが焼き切れちゃったせいで水槽が落ちたんだろうな。このロープ、見た目は丈夫そうなのに花火で引火するなんて。どうした？急に思い詰めたような顔して。あ、ここの材質だけちょっと違ってないか？ほとんど燃え尽きてるけど、まだちょっとだけ残ってるぞ。耐荷重ロープのはずなのにこんなものがあるなんて。ってことは、はいはい、オイラがメモするぞ。犯人は誰なんだ？ああ、魔術団のメンバーはみんな重要な容疑者とされているから、ここも封鎖されて警察隊が取り調べを行っている最中なんだ。ここの席は予約制だからね。予約リストから失踪した少女の身元を突き止められた。機密情報じゃないから別に構わないよ。これから住民たちにも捜索に協力してもらえるよう情報公開する予定だしね。彼女の名はホールジー。フォンテーヌ人でそこそこ有名な画家だ。調べによると彼女は捜索のプレッシャーが溜まっていて、それでここにマジックショーを見に来たらしい。それとここの常連じゃない。魔術団の人間はみんな彼女を知らないと言っている。彼女の人間関係についても調査済みで、容疑者との間に恨みや利害なんかのもつれはない。まあ要するに完全に無関係ってことさ。今までの連続少女失踪事件と全く同じだよ。これまでの事件もターゲットはランダムに選ばれてたのか？少なくとも俺たちから見ればそうだね。年齢の近い若い女性っていう身元の情報を除けば何の関連もなかった。うん、なるほどな。
気にしないでくれ。もしこの後あの女性を見つけることがあれば必ず俺たちに連絡を入れてくれよ。連続少女失踪事件の解決はかなりの重要事項だからな。今後もしホールジーさんを見つけたら必ず警察隊に連絡を入れてくれ。あちこち見て回ってくれていいぞ。真実を追い求めるってことで俺たちの目的は一致しているからな。調査チームの方から新しい情報が入った。あの抽選機やっぱり問題があった。ほら、だから言ったでしょ。もし選ばれたのが男だったら果たして犯人は予定通り動いてたかって話ですよ。邪魔して悪いけど、オイラたちリネとリネットを手伝って事件の調査をしてるんだ。今の話どういうことなんだ？彼らを手伝う？それは難しいだろう。公演の時、リネはランダムで幸運な観客を選び、その後その少女が行方不明になったってことになるでしょ。その時からすでに私たちはあの抽選機に問題があるんじゃないかと疑ってて、そのまま調べてみたんです。ああ、そして結果、あれはランダムなんかではなく、どう押しても決まったものしか出ないと分かった。知っていると思うが、歌劇にしても審判にしても事前に登録しなくちゃ席が取れないんだ。言い換えれば、誰がどこに座るかということをリネは最初から把握していたはずだ。確かに、オイラたちの席もリネが手配してくれたんだよな。私がなぜ難しいと言ったか、訳が分かっただろう。リネに不利なことだけど、一応メモしとこう。リネのマジックは摩訶不思議だと言われているが、種を見るとまあそんなもんかという感じだな。分野が違えば事情も全く異なってきますよ。彼は自信過剰かもしれませんね。あなたたち、この近くを調べてるだろう。私もちょうど興味があってね。もし何か目新しい情報があれば
お互い情報交換できる。そう思わないかい？こっちは今のところまだ目処が立ってないんだけど。だったらまずは私の推論を聞いてみないか。私が思うに、全ての起因はあの鈍い音だと思う。鈍い音？あ、カウントダウンの時に聞こえてきた物音のことだよな。そう、大きな音じゃなかったけど多くの人に聞こえてたはずだ。ただみんなリネのマジックを心待ちにしていたから気にも留めなかっただろう。しかし事件となるとあれも重要な手がかりになるというわけだ。一理あるな。で、お前はどう考えてるんだ？そうだな、リネの共犯者によるものかもしれないと考えているよ。例えばリネットが水槽の上にジャンプした音とかね。そして花火が爆発した瞬間を利用してナイフでロープを切り水槽を落としたんだ。ジャンプした音にしちゃ大きすぎなかったか？さあな、バランスを崩して激しく転んでしまったんじゃないか？確かにな。他の可能性も考えてみるよ。でもおかげでオイラたちも思い出したぜ。あの物音は一体何だったんだろうな。私が見落とした可能性もあるだろうか。犯人は誰なんだ？きっと計画的な犯行なんだろうな。犯人は誰なんだ？このロープ見るからに細工されてるぞ。マジックショーを見るには事前に登録しないと座席を取れない。この抽選機を使えばおじさんじゃなくて少女を狙って選ぶことができる。どうしてあいつが？おかしいぞ。少女失踪事件ってこんなに難解なものばっかなのか？あの物音、オイラたちも聞いたよな。リネはまだ警察隊員と交渉してる。
ちょっと手間がかかるみたい。きっと誰かがつくことになるけど、大丈夫でしょう。どうしてあいつが？おかしいぞ。リネはまだ警察隊員とこう、きっと誰かがつくこと。そこの？そう、あんた。正しくはあんたたちか。ちょっと来て。ずっとあんたたちのことを観察してたの。あんたたちも茨の道を越えて真実を追求したいんでしょ。しかもその格好、フォンテーヌの人間じゃないね。それはそうだけど、お前らは誰だ？スピナディロースらの名は知ってるでしょ。紛争の仲裁、保護の提供、難題の解決、どんなこともそつなくこなす何でもござれの民間組織、スピナディロースラ。そして私こそ名高きスピナディロースラの現会長、ナビア。でもまあ、うちのルールじゃあ私のことはボスって呼んでもらってるけど。自重のシルバだ。よろしく頼む。私はマルシラック。お会いできて光栄です。普段はお嬢様の身の回りを責任を持ってお世話いたしております。あれ、ボスだったりお嬢様だったり、どういうことだ？実は私、2代目の会長なんだよね。マルシラックたちはまだ昔の呼び方が抜けないみたいだけど。申し訳ありません。もしお嬢様がボスという呼び方を好まれるようでしたら、今後はそう呼ばせていただきます。いいのいいの、あんたたちも私のことはボスじゃなくてナビアって呼んでいいよ。おお、分かったぜ。って違う、オイラたちはもともとスピナディロースラの人間じゃないだろ。細かいところは気にしないで。それよりこの事件について話しましょう。まあね、パパの昔のことでずっと連続少女失踪事件には注目してるの。現状から見ればリネは黒幕なんかじゃないと思う。え、本当か？オイラたちも同じ考えで、今は必死に手がかりを探してるところだぞ。ちなみにそう思ったんだ。もちろん私の鋭くてよく当たる勘よ。フリーナ様ってば、いきなりリネに矛先を向けたけど、決定的な証拠なんて全くなかったじゃない。彼女はいつもあんな感じ。大審判官が彼女の話を遮って告発するかどうかを聞いたでしょ。あれ以上調子に乗って不謹慎な発言をしないようにってことなの。告発したら審判のプロセスが始まることになる。その雰囲気の中じゃフリーナ様は絶対に引かないでしょう。お前
が水神を信用してないだけのように聞こえるけどな。じゃあ、あんたはどう思う？確かにあの水神は面白い。でも、彼女が好きだからって盲目的に支持するわけにもいかないでしょ。さてと、あんたたちの質問には答えた。次は私の質問に答えてもらうよ。なんでだよ、今のもカウントされるのかよ。知ったこっちゃないね。まあご心配なく、きっとあんたたちにとっても価値ある質問だから。あんたたちは審判を過激として楽しむ行為は正しいと思う？理由は？言ったでしょ、マルシュラック、シルバー。この二人はただ者じゃないってさ。お嬢様のご判断は実に的確でしたね。こちらの旅人の回答は非常に優れていると思いますよ。人々がどんなに素晴らしい脚本を期待していても、ここで上演される審判の講演は事実に基づいていなければなりません。もしそれが両立できていたなら、ボスも。はいはい、話はそこまで。とにかくあんたの答えは気に入った。あんたたち合格よ。私は少し準備するから、後で一緒に調査しましょう。そうね、あんたたちは私の助手ってことで。おい、なんでいきなりそんなことになるんだよ。ん？それじゃあ私があんたたちの助手をやろうか？相棒でも何でもいいよ、私は気にしないから。ふん、そこなくっちゃない。自慢話のように聞こえるかもしれませんが、お嬢様の直感はもしかすると真相へと導く大きな力になるかもしれませんよ。あなた方はご友人が濡れ衣を着せられることを望んでおらず、私たちも失踪事件の真相を突き止めたいと思っている。この点において私たちの目標は一致しているはずです。確かに一理あるぜ。おじちゃん口上手だな。そっちの兄ちゃんはどう思う？ずっと黙ってるけど何か心配事でもあるのか？異論はない。そうかよ。それじゃあ少し準備するから、後でマジックの種を解説するときには私たちを呼んでね。じゃ、サンキュポア村長にも、このようなマジックショーがあればさぞかし歓迎されることでしょう。確かにね。そうだ、私が学んでみるのはどう？物を消すことができれば部屋の掃除にも苦労しなくて済むし。お嬢様はそのようなことを気にかける必要はありません。すべて私の役目ですから。それもそっか。あいつが？
すみませんが、現在歌劇場は自由に出入りできなくなっています。退場の際はまず身分登録をお済ませください。リネとリネットの代理人で事件の調査をしてるんだ。お前はずっとここで見張ってたのか？ええ、最高審判官様からの命令が下されてから、ここに出入りする全ての人が厳しい検査を受けることになりました。少なくともそれ以降は行方不明の少女がここから出ることはまず不可能だったでしょう。それもできなかったはずです。なんでそう言い切れるんだ？あの時、私は入り口付近の警備をしていましたので。ここからではリネのマジックをなかなか見れなくて、実に残念です。運が悪いので仕方ありません。でも私は勝手に持ち場を離れたりせず、歓声がどれほど大きくてもずっとここに突っ立っていました。誰かがここを出るどころか扉に近づいただけで、私はそれを感じられます。メリュージーヌはこういうことに長けていますから。つまり少女はここから離れてないってことか。よし、わかった。ありがとな。すっごく価値のある手がかりだったぜ。見とかなきゃいけないものは全部確認できたよな。リネたちと警察隊との交渉はどうなってるだろう。様子を見に行こうぜ。もうすぐマジックの種明かしだ。ひひっ、すっごく楽しみだな。すみませんが、ここは自由に出入りできません。退場の際は先に身分登録をお済ませください。どうしてあいつが？出入り口のとこからはショーが見えない。うん、オイラだったらきっと我慢できず観客席までこっそり行ってるだろうな。わかりました。私が同行しましょう。監視役のほか、もろもろの記録もさせてもらいます。うん、ありがとう。話を聞いてくれて。できたらバラの一輪でも出して、君にあげたいくらいだよ。建前は結構。こちらも責務ですので。あなたたち、来たのね。ん？隣にいるのは。スピナディローサのエンジェル。ピストルの弾丸よりも強力な助っ人。ごめんごめん。私はナビアで、この人たちの相棒よ。この件が気になって、ちょっと首を突っ込ませてもらおうと思ってね。彼らは私の仲間だけど、参加させてもいいよね。
私は構わないけど。へえ、新たな助っ人まで来てくれるなんて本当に大感激だ。興味本位って言った方がいいかもよ。何しろこれほど大規模なマジックの種を直に見られるなんてめったにあることじゃないし。僕を認めてくれてありがとう。じゃあ行こうか、下へ。下？このマジックボックスの下には交換マジックのために用意した秘密の世界が隠されている。ただ僕から種明かしをする前に、まず自分で確認してみてよ。怪しいことに気づけるかな。別にもったいぶってるわけじゃないよ。マジックの詳細を思い出してくれればトリックは簡単に理解できるはずさ。あれ？ここって風船と飾りがあったはずよね。なんで消えたんだろう。その調子。まあ真相まではまだ遠いけど。すごいね。最前列に座ってたからよく見えなかったんじゃないかと思ったけど。ショーの時ここの内側には模様が入ってたけど、今はその模様が消えて滑らかな板になってる。この2つのことから考えて何か思いつくことはある？大正解だ。さあ行こう。降りてから詳しく説明するよ。へえ、マジックボックスの下に地下道があったのか。この空間を見れば答えはもう半分以上分かったと思うけど、2つのマジックボックスはちょうど地下道の両端の入り口の上にあったのさ。このトロッコに気づいたかい？幸運な観客の入った箱はこのトロッコに乗せられて向こうに送られる。トロッコには昇降機能もあるし、プレートを回転させて箱の向きを正すために調整することもできる。わかった。それが二重箱の役割でしょう。その通り。内側の箱は観客が入ってから下に降り、トロッコに乗せて移動する。外側の箱は舞台の上に残っていて何の変わりもない。箱を下ろしたらトロッコはここの装置からエネルギーを補給するんだ。残りのステップを完成させるためにね。観客にとっては暗闇の中をゆっくりと移動しているようにしか感じられず、外に出た時にはすでに舞台の上に立っているというわけさ。最後は一回外に出たよな。それはもちろん蓄音装置を使ったのさ。リネットが操作してくれるんだ。
僕とアシスタントは先に会話の内容を決めて、カウントダウンが始まる頃には僕はもう地下道に飛び降りて向こうの箱に移動し始めてたんだよ。あのはしごを使ってね。リネットはあの時どこにいた？私は箱の後ろの仕切りにいた。あ、なるほど。それでアシスタントのセリフに合わせられた。ちなみに最後に箱から出てきたのも私。双子だからね、服を変えれば気づかれないよ。僕の一番誇れるところさ。これは僕とリネットにしかできないマジックなんだ。はい、そっかそっか、なるほどな。だ、驚いてばっかりだな、オイラ。リネットは一旦箱から出てきてまた中に戻る。で、トロッコに乗った箱が上がってくる前に地下道へと飛び降りて無事に脱出する。そして僕が観客席側の箱から出てきてマジックが完成するはずだったんだけど。結局箱の中にいたのはあの観客じゃなくてコーエルで、さらに不可解なことに観客も消えてしまった。全く理解不能。こんなことが起きなければ見事なマジックだったでしょうね。私にはこんなトリック一生かけても思いつかないよ。ましてやこのマジックを利用して罪を犯す人がいるなんてね。少し見て回ってもいいかな。もっと手がかりが見つかると思うんだけど。ここは重要な事件現場ですので、リネとリネットがここに留まることはできません。二人は連れて行きますね。ああ、分かったよ。別にそんなにじっと見てなくたって突然姿を消したりしないんだけどな。みんなありがとう。あとはお願いね。どうしてあいつが？お、箱が二層構造になってたのか。オイラ全然気づかなかったぞ。だからこれはあいつらにしかできないマジックだ。だからこれはあいつらにしかできないマジックだ。
マジックのためにわざわざ地下に道を掘るなんてすごい手間がかかってるな。これは何？ロープにフックがついてるぞ。おい、ここって変なものがいっぱいあるよな。他のマジックに使う道具なのかもね。けど、どうしてここに落ちたのかしら。そうな。とりあえずメモしとくぜ。お足元が水で濡れておりますので、通るときには滑らないようお気をつけください。確かに、どうしてこんなところに水なんてあるのかしら。おお、おいら知ってるぞ。あれだろ、あれ、瓶に水を入れてひっくり返すと水が消えてしまうってやつだ。この瓶が割れてるのはひょっとしてトロッコが通った時にぶつかったのか？でも変じゃない？トロッコはずっとレール上を走ってたはずだから、この距離じゃぶつからないはずだけど。メモしとこう。後でまとめて考えようぜ。これ、選ばれた子が着てた服でしょ？服だけ残されて、人が消えちゃったなんて。誘拐するのに脱がせてから連れ出す必要なんてあるか？もう探偵なんかやめたい。全くわからないぞ。Thank you.
人が通れる。まさか犯人はここから逃げ出したってこと？一人なら問題ないかもしれませんが、誰かを連れて行くとなると狭すぎるでしょう。でも他の出入り口なんてないだろう。確かにな。とりあえずメモだ。まず上に戻りましょう。これで現場の状況はほぼ確認済みね。マルシラックが戻ったら場所を見つけて手がかりを整理しましょう。辻褄の合わないところがたくさんあったから。お待たせしました、お嬢様。警察隊の人はなんて？犯人は通気口から逃げたの？その可能性はかなり低いと考えているようです。通気口は歌劇場の地下室とつながっているそうですから。警察隊員が入念に確認したところ、公演中も事故の後も地下室から出て行った人はおらず、そこに隠れている人もいなかったそうです。いわゆる密室だったってことか。お前らも知ってるだろうけど、小説じゃよくあるパターンだぞ。でもそれじゃなおさらおかしいね。ホールジーの失踪もコーウェルの死もどっちもわけがわからない。通りでフリーナ様はあんなに自信に満ち溢れてたわけね。今のところ手がかりはみんなリネとリネットを指してるみたい。はい、言い換えればこのまま足踏みし続けていると告発が成立してしまう可能性が非常に高い。それが歌劇場審判の流れよ。裁判期間中、最高審判官と有識は双方の発言に耳を傾ける。うん、立証混合エネルギーはその過程で生まれるんだもん。双方の発言、代理人の弁護、証人の証言、それと観衆たちの感情も含めて全てが有識に表現される。
ユシキーは、わかりやすく言うと、自意識を持った一人の審判官みたいなものってことよ。このおかげで、最高審判官様が私利私欲で不正を働く可能性も回避できます。無論、実際にそういったことは一度も起こっておりませんが。双方の発言が終われば、最高審判官が最終的な判決を下す。その意見もユシキは参考にするの。そして最後、役人がユシキに尋ね、そこで導き出された結果こそが正義の意思よ。最終的に決めるのはあのデカブツだったのか。おいらてっきりヌビレットだと思ってたぞ。実際大きな違いはありません。双方の判決はいつも完全に一致しておりますから。フォンテーヌの人々は最高審判官様のことをとても信頼しています。それから警察隊からもう一つ、私たちは全員審判が始まるまでここを離れられないとのことです。おい、なんでだよ。私たちはリネ様とリネット様の代理人として行動することを決めましたから、当然事件の関係者にもなったわけです。私たちが外の者と通じて示し合わせたり、局面を打開する助っ人を呼びに行ったりするのが心配なんでしょ。仮にそうでなかったとしても、私たちが事件の重要な手がかりを先に流してしまうのは奴らにとって面倒なことだしね。ドアを破壊して出るなら、もう準備はできている。おいおい、そこまで深刻な状況じゃないだろう。警察隊の考えにも一理あると思うけど、本当にそうなんだったら、ご飯はちゃんと出るよな。もちろんです。ただし選択肢は限られていて、一人一人の好みには合わせてくれませんし、栄養バランスも保証できません。だったらこのままここで手がかりを整理しましょう。本当はフォンテーヌ邸で一番有名なスイーツショップに招待しようと思ってたんだけど。糖分とお茶があってこそ落ち着いて優雅に推理できるからね。そうでしょ。おいら今ドアを破壊して出るのもいいかもって思った。うん、冗談だよ冗談。スイーツがなくてもちゃんとやるって、サボったりしないぞ。ん？何言ってるの？スイーツならあるから大丈夫。お店に食べに行けないなら自分で作っちゃえばいいでしょ。え、ここで？どうやるんだ？かしこまりました、お嬢様。それでは皆さん、私についてきてください。
撃具を持ち歩いてるんだよ。いつでもお嬢様にお菓子作りの趣味を楽しんでいただけるよう常に準備は万全に整えております。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。さすがあんたたちだね。それじゃあ今作るからちょっと待ってて。私自慢のデザート作りの腕、ぜひ味わってちょうだい。この三人、おかしいぞ。焼いてる時からいい香りがしてて、オイラ一生懸命我慢してたんだ。でも二人にたくさん荷物を持たせたみたいに、お菓子を焼く時もこいつらをこき使うのかと思ったけど、まさか卵白を泡立てたりアーモンドパウダー作りをしたりするとこまで全部お前一人で完成させるなんてな。私は拍手していた。私も微笑みでお嬢様を励ましておりましたよ。綺麗な服を着てるお嬢様なのに卵白を泡立てたりして、汚れるのが嫌じゃないのか。お嬢様が本を読んだりお茶をたしなんだり馬に乗ったり琴を弾いたりすることしかできないなんて誰が決めたの？私はただデザートを作るのが好きなだけ。卵白の泡立てを舐めないでよ。結構腕力が鍛えられるんだから。それに焼きたてのマカロンが割れちゃわないように泡立てるときは程よく力を抜くのも大事なの。ほらほら食べてみて、焼きたてほかほかのマカロンよ。一人三個あるからね。おい、三個だけかよ。うん、甘いものを食べ過ぎても良くないからね。頭がクラクラして事件のことに集中できなくなるでしょ。紅茶のご用意もできました。お嬢様の一番お好きなお茶ですよ。濃密な花の香りが気分を良くし、すがすがしい心持ちにさせてくれます。お構いなく、やるべきことをやったまでです。さてと本題に入りましょう。さっき話に出た通り、地下道は密室のような環境だった。だけどこのほぼ閉ざされた環境の中にリネとリネット以外の容疑者はまだ存在しない。ただ犯行の可能性はあっても二人には全く動機がない。そうだぞ、よりによって一番目立つタイミングを選ぶなんてどう考えてもおかしいぜ。地下道の花瓶、そして公演中に聞こえたあの鈍い物音。もしホールジーが地下道で犯人と揉めてたんだとしたら、その結果花瓶は割れ、服は投げ捨てられ、彼女はさらわれてしまった。もしかして少女が人前で選ばれたから犯人は服を脱がせないとすぐ見つかってしまうって思ったのかしら。筋は通ってるけど一番肝心なのはやっぱり。だね。
私たちが見つけた手がかりはどれも第三者がいるって仮説の裏付けにはならなさそう。でもそれじゃ残されたのは行方不明のホールジーと死者のコーウェル、どっちも今のところ被害者なんだけど。まさかホールジーはコーウェルを殺そうとしててこっそり道具に細工して一人で逃げたんじゃないか。そうよ、仮に道具に細工できたとしてもマジックの全貌を知ってないと何をすべきかわからなかったはず。それに彼女には動機がない。警察隊の人も言ってたでしょ、ホールジーは魔術団の人とつながりがないって。おいらたち何か見落としちゃったのかな。今の流れだと本当にありえない事件になっちゃったぞ。それにしてもナビアの焼いたマカロン本当にうまいよな。香ばしくてサクサクですっごく甘いぞ。当たり前でしょ、これは私のお箱だもん。でもあんたったらもう5個も食べてるよ。え、5個？いよいよ3個だぞ。おいらちゃんと数えてたんだからな。お気になさらず、食べてしまったものは仕方ありません。私もいい年ですから甘いものは控えた方がいいでしょう。いやいや、食いしん坊かどうかとどれくらい食べたかは全く別の話だぞ。多く食べちゃったら他の人の分が減るってことくらいオイラにもわかる。わかったから、会話に夢中になるあまり誰かがうっかり食べ過ぎたのかもね。大したことじゃない。マルシラック、鍋をセットしてオーブンの用意をして。え、何をする気だ。みんなマカロン3個は絶対食べなきゃダメ。かしこまりました、お嬢様。今すぐ用意いたします。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。本当にお前の趣味なんだな。よし、スイーツタイム終了。私はもう一回周りを回ってみるよ。今のところ解決の糸口は見当たらないけど、時間はまだ残ってる。代理人なんだし、あんたたちもとりあえず事件を推理してみるといいと思うわ。舞台に上がった時に何も言えなかったら気まずいでしょ。お、わかった。手伝ってくれてありがとうな。それにお
までご馳走してくれて。いいのいいの、スピナディロースらにとってはこんなのなんてことないよ。マルシラック、シルバ、行くよ。新しい発見があったらまた戻ってくるから。今のうちに考えをまとめようぜ。後で法廷じゃビクビクするような議論が続くはずだぞ。きっと時間もかかるし、すっごく大変そうだけど、まあ深く考えても仕方ない。とにかくきちんと準備しとこうぜ。オイラのノートも貸してやるぜ。事件全体を振り返るのにきっと役立つぞ。あいつが？お、3人目はいないけど、オイラもマカロンは3つしか食べてないぞ。3人目はいないけど、オイラもマカロンは3つしか食べてないぞ。うん、それもそうだな。この世にありえない事件なんてないはずだ。そう緊張しないで。たとえみんながリネとリネットを疑ってても、私たちは観客席で彼らを応援してるから。私らでさえ理解できてないんだし、フリーナ様が完全に理解できたとは思えないもんね。それじゃあ行ってくるぜ。うん、幸運を祈ってるよ。やっと君たちに会えた。どう？調査の方は順調？
う、実を言うとがっかりさせちゃうかも。いいえ、手伝ってくれたことすごく感謝してる。君たちのその落ち込んだ様は何だい？調査には何の収穫もなかった、そうだろ？まあ当たり前とも言える。罪ある者から無罪の証拠を見つけ出すことなど不可能だからな。だがここで止まってくれるなよ。君は僕が一番相手にふさわしいと見込んだものだ。あっさり降参されてしまってはがっかりだからね。双方が揃った。これよりマジックショーで起きた突発事件に関する審判を始める。ではまず、この場にいる観客が事件の経緯を理解できるよう、被告人リネにマジックの種について解説してもらう。はい。僕が説明し、リネットは舞台で実演してくれます。道具も用意できました。では被告人、君の証言を整理してみよう。マジックが始まった時、君は観客席側のマジックボックスに入って隠れていた。故に犯行を実行できるはずがない。この理解に間違いはないかね？はい、大審判官。それではフリーなど、原告側としてこれに対する反論はあるか？ああ、当然だろう。最初の日は僕がつけてやろう。リネ君、君は嘘をついている。君はホールジーをさらい、コーエルを殺害しようとしたのだから、長い間地下道や箱の中になんぞいられたわけがない。それはあなたが僕を有罪だと判断したことに基づいて推測したに過ぎません。そう。じゃあ君は箱の中にいた時何か聞こえたか？もちろん耳をつんざくようなカウントダウンの声です。それで時間を把握してサプライズを生み出すわけですから。その他は印象的な物音とか。ありません。しかしカウントダウンが30秒台に入った頃、会場には鈍い物音が響き渡った。誰もが聞こえていたはずだと思うけどね。おい、なんかおかしいぞ。確かに、あんな大きな音、箱にいたなら絶対聞こえたはずなのに。あの時、俺は箱の近くの席で、はっきり聞こえたけどな。あの天秤、まさか。翔くん、マジシャン本人の言葉を借りようか。瞬きのタイミングは慎重に選ぶことでね。全員見ただろ？今のがまさにアリバイの崩れた瞬間だ。もちろん君のアリバイを崩すだけでなく、
別の武器も用意してある。僕はとっくに準備万全だよ。世の中には根拠のない自信というものは存在しないのさ。君とリネット君はハウス・オブ・ハースの人間だろう。ハウス・オブ・ハースだって？道理でそんなことを。連続少女失踪事件はファデュイの仕業だったのか。なんか一番納得の答えだな。じゃあ舞台上の予期せぬことも事故とは限らねえな。一体何の関係が。僕とリネットの身分はこの件とは無関係のはずだ。確かにね。だったら皆の前であの1分間の出来事を思う存分最初から最後まで説明するがいい。今の君にとっては疑いを晴らすのが最優先だ。言えないことなんてないはず。まあ脚本がすでに矛盾しているなら話は別だけどね。異教の旅人は何も言わなかったが、とても驚いていたように見えた。次は仲間割れかな。楽勝すぎるね。こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて全く損したよ。やれやれ。おいリネ、なんでそういうことを教えてくれなかったんだよ。静粛に。被告人リネ、フリーナ殿が挙げた2つの観点について改めて確かめさせてもらう。歌劇場で鈍い音が聞こえた時、君は箱屋地下道にはいなかった。そして君と君の妹がハウス・オブ・ハースのものであること。それは事実なのか。私の質問に答えたまえ、被告人。ごめん。はい、大審判官。すべてその通りです。やっぱり！ここまで来たら、もう判決を下していいでしょ？どうぞ。ではあなたの主張は。そんな必要ねえんじゃねえの。もう決まってんだし。弁護してくれる人まで騙すやつとなんか、これ以上話しても何も出てこないでしょ。静粛に。合理的な主張だ。これより休廷とし、
1時間後、審判を再開する。そんな事実を知ってもなおリネ君の弁護を続けるというのか。どうやら僕のお相手のプロ意識は想像を絶するようだ。僕の愛しい監修たちよ、勝利の喜びはもう少し心の奥に沈めておこうじゃないか。まさかあんなことまで水神様に掘り出されちゃうとはね。いや、困っちゃったよ。ごめんね、旅人、パイモン。ごめん。もう、どこから突っ込めばいいかわからないぞ。あれだけお前らを信じてたのに。調査するとき、オイラたちの推理は全部お前らが犯人じゃないって前提の上に成り立ってたんだぞ。ひどい話はしたくないけど、オイラ本当に怒ったからな。申し訳ない。君たちが怒ってるのは分かってるけど、それでも僕の説明を聞いてほしい。君たちとファデュイの間にはこれまでの旅でいろんないざこざがあったって聞いてる。きっと名前を聞くだけで不快だろう。だけどファデュイという組織はとても大きいんだ。執行官の方々は個性豊かで、成し遂げたいこともそれぞれ全く違う。今私たちは人を助けたいと思ってる。できるだけ多くの人を。そう、この国とここにいる人たちが直面するかもしれない災難に対して、僕たちは感情的な面では同じ立場のはずだ。だから身分さえ明かさなければ僕たちはとてもいい友達になれるかもしれないと思った。君たちに対して嘘をつきたくなかったから、あえて隠すことにしたんだ。真実は確かに重要だよ。でも全ての真実をいつも明らかにしてしまえば、僕たちは多くの力を無駄に使うことになる。そうだね。だから君に判断してもらおう。いや、もしも僕が君だったら、僕もこのリネってやつは信用できないかもね。偶然の出会い、ファデュイという身分、その上マジシャンとして人を欺く演出を披露するのが仕事だなんてね。でも、それでも僕を信じてほしい。少なくとも、今回の事件の犯人は僕じゃない。ごめん。でも、許してほしい。そう言われてもな。まずはお前の答えを聞いてからじゃないとな。オイラたちの信頼が欲しいなら全部素直に吐くんだぞ。ああ、もちろん何でも答えてあげる。僕たちはずっと油脂最低カーディナルがどのように機能し、なぜ自意識を持てているのか、なぜ全ての罪状を正確に判決できるのかを知りたかったんだ。その後調査をしていく中で、
ユシキの下にそのコアが存在していることを知った。その時から僕とリネットは交換ボックスのマジックを考案し始めたんだ。真の目的はそのコアに近づくためだった。それが1分間も取ってた理由か。そうだよ。観客が60回のカウントダウンを終えるにはおよそ75秒かかる。そして僕が向こう側のボックスに入るのには15秒あればいい。だから地下道に飛び降りた後は通気口から歌劇場の地下に向かい、コアのある部屋で調査をしてた。その通気口はこのために地下道を作るときに掘られたの。何にも。部屋について調査を始めようとしたら突然人の声が聞こえたんだ。あまりにもおかしい。当時その部屋にいるのは確かに僕一人だったはずなんだ。他の人が現れるなんてありえない。その声は僕のことを知っているようで、僕に話しかけようとした。慎重を期して僕は調査を諦め、すぐに元のルートをたどって戻ったんだ。そして戻るときに割れた花瓶と落ちた服を見た。でも残り時間は少なかったから、よく考えている暇はなかった。その後はご覧の通り、殺人事件が起こったわけだ。確かにそれなら、あの鈍い音が聞こえなくて当然だよな。もちろん、予言のためさ。予言の危機に対応するために、僕たちはこの国の全ての秘密を知る必要がある。そうしないと、みんなを救う方法を知ることができないから。これが全ての真相だ。これ以上は何も隠していないって誓うよ。こんな風に君からの信頼を失う状況に置かれることは本当に僕の本意じゃないんだ。でもさっきも言った通り、あとは君が判断してくれていい。ファデュイへの不信感から離れたとしても仕方ないさ。お前が決めてくれ。お前がどう思おうと、オイラはお前についていくぜ。そうか、ありがとう。チャンスを与えてくれてありがとう。よし、今の問題はあの天秤がリネとリネットにとってかなり不利になってるってことだな。これからの審判の過程で真実を見つけるには、何とかして水神の告発に反論しないと。お？そうだな。お前の言ってること、オイラも把握できたぞ、多分。
してあいつが？おかしいぞ。はぁ、今度は本当のことを言ってるといいけど、こんなところに人がいるわけないよな。こんなところに人がいるわけないよな。双方、元の位置に戻ったようだな。それでは審判を続ける。休廷前、被告人リネはフリーナ殿が提出した新しい証拠を全て事実だと認めた。ならばフリーナ殿から事件の状況について述べてもらおう。長い間待った甲斐があった。さあ諸君、よく聞きたまえ。今回はリネ君の視点から事件全体を再現しよう。観客のカウントダウンが始まった時、リネ君はすでに地下道にいた。トロッコが地下道を通る間に、彼は箱を開けてホールジーと取っ組み合いの喧嘩をし、あの鈍く重い音を立てた。リネ君はその音が歌劇場全体にまで響き渡るほどだったことに気がつかなかった。だからさっきの尋問ではわざと聞こえなかったと嘘をついたのさ。最後、リネ君は花瓶を使ってホールジーを気絶させ、彼女が誰かということが服装から周りにバレないように上着を脱がせた。しかしその時、コーウェルが異変に気づき地下道に降りてきて、偶然リネ君の犯行を目撃してしまった。そこでリネ君はまたコーウェルを気絶させ、彼を箱に入れた。その後、リネは気絶したホールジーを観客席側のマジックボックスを通して待機していた仲間に引き渡し、仕掛けを操作してコーウェルを事故死に装って殺害した。これこそが事件の全貌さ。原告側が述べた状況説明に対し、被告人から反論はあるかね。反論の鍵は時系列順にリネが地下道で何を体験し何を目撃したかってところにある。
これは有効な反論にはならなさそう。これは有これはこれはこれは有効な反論にはならなさそう。リネの話によると、地下に入った後は通気口を通って地下道を離れたから少女と揉めようがなかった。リネはユシキのコアを保管する部屋に行った。それが真実のはず。リネは地下道のトラブルに巻き込まれたわけじゃない。ただ戻った時に現場に残された痕跡を目撃しただけ。名探偵パイモンから言いたいことがあるぞ。カウントダウンが始まった時、リネは確かに地下道に入ってた。でもこいつはすぐに通気口を通って歌劇場の地下室へ向かった。つまりユシキのコアが保管してある部屋だ。着いた後、リネは誰もいないはずの部屋で話し声を聞いた。それで違和感を覚えたから、すぐ部屋から引き返すことに決めたんだ。そんで、地下道に戻った時には、すでに犯行現場は出来上がってた。でも、マジックを無事に成功させるために、リネは立ち止まってる暇はなかった。そしてリネが地上に戻ったら、事故が起きた。これがリネ視点からの説明だ。以上。というわけでリネは無実だ。要するに、君たちはリネ君が全く事情を知らなかったと主張してるのかい？あ、そうだぞ。え、僕の推理に？もしコーウェルが地下道に入らなかったら、リネは一体誰を殺すために仕掛けたって言うんだよ。お前の言う真実に従えば、リネはただ少女を誘拐し新しい失踪事件を作るだけでよかったんだから、わざわざ舞台で殺人を犯す必要なんてないだろ。一理あるな。そうそう、そう来なくっちゃ。さすがは私の相棒、形勢逆転だね。僕の推論を大胆に否定してくれたけど、自分の方が正しいなんていう証拠はあるのか？覚えているが、それがどうした？彼がずっとマジックボックスの中にいたなら、その音が聞こえなかったはずがない。ああ、つまり
なんだかおかしいぞ。もうちょっと考えてみようぜ。そうだ、リネはマジックボックスにはいなかったし、地下道にさえいなかった。だからこそ公演中の物音が聞こえなかったんだ。つまり事件が発生した時、リネはすでに通気口を通って地下室に着いてたってことだ。ふふん、お前がリネのアリバイを否定するために使った手がかりが今またリネの有力なアリバイになったぞ。でかした。ち、そんな推理をするとは。だとしたら、この件がリネの仕業じゃないなら、一体誰が犯人だって言うんだ。やっぱり第三者がいる。でも本当に失踪者の名はホールジー。普通の観客だけど、事前にいろいろ計画してたかも。死者の名はコーウェル。リネのアシスタントで道具に細工できた。やっぱり第三者がいる。でも本当に失踪者の名はホールジー。死者の名はコーウェル。リネのアシスタントで道具に細工できた。面白い。君の推理を話してみるがいい。これから私がやるべきことは、事件の真相を導き出し、コーウェルが何をしたのか、いかにして犯人から被害者になったのかを考えること。歌劇場の入り口からは誰も出入りしてない。犯人はホールジーをどこに連れて行ったんだろう。死者の名はコーウェル。リネのアシスタントで道具に細工できた。あの音は犯人と失踪した少女ホールジーのいさかいによるものかもしれない。
地下道にはホールジーの服が残されてた。おそらく彼女を目立たせないようにするため。あの通気口を二人で同時に通ろうとするのは無理がある。それに途中でリネと顔を合わせてしまうかも。地下道にはホールジーの服が残されてた。おそらく彼女を目立たせないようにするため。死者の名はコーウェル。リネのアシスタントで道具に細工できた。あの通気口を二人で同時に。あの通気口を歌劇場の入り口からは。地下道にはホールジーの服。地下道にはホールジーの服。死者の名はコーウェル。あの通気口を歌劇場の入り口からは。その間リネはずっと地下道にいなかった。その間リネはずっと。あの通気口を二人で同時。歌劇場の入り口からは。どうした？やっぱわからないか？なるほど、虚勢を張ってるだけだな。自信満々かと思いきや、真相にはまだ程遠いようだね。落ち着こう。行き詰まったら考え方を変えればいい。マジックと一緒さ。最終的に見えるものはきっとマジシャンのトリックとはかけ離れているように見えるはずだよ。ホールジーを失踪させる方法が分かれば。そうだな、それが分かれば話は早いんだけど。地下道の出入り口の3つはどれもありえなさそうだよな。マジックじゃあるまいし、生きた人間が舞台上のリネットが水槽から消えたみたいにいなくなっちゃうわけないだろ。失礼だが、親愛なる諸君、観客たちが待ちくたびれていることに気づいていないのかい？この歌劇場で場をしらけさせることほど大きな罪はないよ。被告人側に有益な発言ができないならば次の段階へ移る。その間、リネはずっと地下道にいなかった。犯人に残された時間はたっぷりあった。あの音は犯人と
失踪した少女ホールジーのいさかいによるものかもしれない。死者の名はコーウェル、リネのアシスタントで道具に細工できた。花瓶は偶然割れたわけじゃない。最も重要な犯罪の証拠、水を隠すために使われたんだ。お前の言いたいことオイラにも分かったぞ。ホールジーが誘拐されたんじゃなく消え去ったなら全部つながるぞ。あの水槽脱出のマジック、リネットがオイラたちの目の前で消えて服だけを残したのと同じだ。もし人を水に変える方法があるなら。待った君、自分の言ってることがいかに馬鹿げてるか気づけるといいね。人が水に変わる？そんなことあるわけがないだろう。あれはマジックだ。現実にあってたまるか。果たしてそんな必要があるのかね。そっちのリネ君は真相を一番よく知ってるはずだ。マジックなど所詮は一種の目くらまし。しかし事件の中のホールジーは正真正銘消えたんだ。同一に語れるわけがないだろう。いえ、それでも僕は旅人の判断を信じます。真相は必ず存在する。不合理なところが全てそこに集まれば新たな発想が生まれるかもしれない。彼は死者だから、これまで僕たちは彼にあまり目を向けていなかった。しかし事件の解決に進展がない今、死者の手荷物を調べることくらい難しいことではないはずです。はあ、人は行き詰まると切裂な策しか思いつかなくなるものだね。こんな無意味な捜査の拡大など時間稼ぎにしか思えないけど。これは代理人の合理的な訴えであり、現段階で事件の結論が出そうにない以上、証拠を増やせることは審判の進展に有益であろう。警察隊を休憩室に送り、死者コーウェルの手荷物を捜査させたまえ。捜査は継続中だが、重要な進展があったためこの場にいる皆さんに共有します。コーウェルの荷物からは液体の入った試験管が何本も見つかり、それぞれにはラベルが貼られていました。バッグにあったノートでは、これらの液体は原子大海の水と書かれています。原子大海の水。ノートによれば、コーウェルはとある違法薬物の密売組織に所属していたようで、協力して計画を実行していた共犯者がいました。またノートには安全に使用するための注意事項が多く書かれており、溶かすというキーワードが何度も出てきます。ある試験管にはエピクレシス化劇場と昨日の日付が書かれており、中身は使い果たした模様。ノートにはさらに、この妖怪特性はフォンテーヌ人に対してのみ効果を発揮できると記載されています。おそらくホールジーは実験台に選ばれたんでしょう。したがって俺たちはリネ側が提出した推測にはそれを裏付ける十分な証拠があると考えています。おい
人が水に溶かされるなんて冗談だろう。こんな馬鹿げたことがまさか本当だったの？おい待てよ、例の予言を彷彿とさせるような気がするが、ただの偶然だよな。人は水になれる。だから水槽の本当の目的は水たまりを隠すこと。コーエルはあの少女に目をつけて。待って、まさかあんたたち、早くこっちに。お嬢様お待ちください。相棒のことはどうなさいますか？とにかく今は私についてきて、私の勘を信じて。静粛に。すべてのものにとって衝撃的な発見であったが、現時点ではこの手がかりの真偽を確認する術がない。行方不明になったホールジーがまだ見つかっていない以上、当法廷ではこの手がかりの内容を暫定的に有効とみなす。警察隊はこの手がかりに沿って調査を続けてくれ。被告人リネ、君たちの推測は裏付けられた。話を続けたまえ。ねえ、ありがとうございます大審判官。この推測が成立して、無関係に見えていた多くの糸がつながりました。そうだな、例えばずっとはっきりしてなかったあのロープについてたフックのこともよく考えるんだ。コーウェルの手口はきっと原始大海の水と関わってるはずだぞ。原始大海の水はホールジーがマジックボックスに入る前にすでに仕掛けられていたはず。今にして思えば、あのフック付きロープは他のマジックの道具なんかではなく、何らかのトリガーだった。死者の名はコーウェル、リネのアシスタントで道具にさ。リネットはずっと舞台上のマジックボックスにいた。彼女が何か関係している？マジックボックスの内側には他にも何か入ってたような気がする。水槽を吊ってたロープが花火で焼き切れてしまったことについても、水槽そのものじゃなく水に重点を置いて考えるべき。リネットはずっと舞台上のマジックボックスに、マジックボックスの内側にはリネットはずっと舞台上のマジックボックス、原始大海の水はホールジ、マジックボックスの内側には原始大海の水はリネットはずっと舞台、死者の名はコーウェ、水槽を吊ってたロープがリネットはずっと舞台上のマジックボックスの内側には他にも何か入ってた。リネットはずっと舞台上のマジックボックスにいた。彼女が何か関係している？マジックボックスの内側、死者の名はTOSH。
初から立てていた計画の通り、コーウェルは水槽のロープと抽選機に細工して今回のターゲットをロックした。ホールジーの入ったマジックボックスが降りてくると、フックは徐々に引っ張られて箱の上部にあった風船を突き破る。上板に固定されていた風船は破裂し、風船の中の原子大海の水が下にいたホールジーを溶かし水にしてしまったんだ。その後、コーウェルは地下道に入って花瓶を割って、地下道の水が花瓶の水だと思われるよう細工し、残りの証拠は舞台上の水槽に隠した。ところが、地下道でコーウェルは予想外の事態に遭遇し、証拠隠蔽のための水槽が原因で命を落とすことになる。一理あるな。これでずっと疑問だったいろんな証拠もつながったね。まずい、僕も奴らの推理は理にかなってると思ってしまったぞ。まさか本当に無実の者に濡れ衣を着せてしまったのか。恥ずかしすぎる。どうやら今解決していない唯一の問題は、当時コーウェルがどんな状況にあり、それがどう彼の死につながったかということのようですね。彼のノートによれば、彼には共犯者がいた。まさかその共犯者と何か関係あるのでしょうか。たった今、ある警察隊員から連絡が入った。新しく見つかった証拠を提供したいとのことだ。舞台の真ん中に来てもらい、調査の状況を説明してもらおう。大審判官、ありがとうございます。ついさっき他の関係者の荷物を調べさせたところ、リネのバッグの中からコーウェルが持っていた原子大海の水と全く同じものを見つけました。バカな。ありえない。なんと劇的なシーンだろうね。反撃に使うはずの弾丸がかえって自分自身に致命傷を与えてしまうとは。さて、全ての疑問が解決したね。親愛なる民よ、忠実なる観客よ、この僕が僕の推理によって今回の事件に終止符を打ってあげよう。まずリネ君は少女が溶かされることに一切関与する必要はないため、しかも彼のアシスタントであるコーウェルはその時点でマジック道具への細工を終えており、原子大海の水を使ってホールジーを溶かした。しかし邪念を抱くリネ君は引き返した時、この手柄を独り占めにしようと自らの仲間をも片付けてしまうことにした。結果リネ君はコーウェルを気絶させ、本来の痕跡を隠すための仕掛けでさえ殺人の道具へと化したのさ。このような残酷で露骨な結論を出すのは実に心苦しいが、かの有名なファデュイはきっとそれほど冷血で非情な組織なのだろうね、リネ君。証拠はもう使い切った。説得力のある反論はできそうにない。もはや
ここまで。出てきたあの原始大海の水っていう証拠が痛すぎるだろう。なんで今になってあんな証拠が出てくるんだ。おかしすぎるぞ。さて、この場にいる全員がその目で見た通り、僕の推理は完璧なものだ。おそらくこれでフィナーレとなるだろう。それじゃあ、万人に崇敬されるそこの尊き最高審判官殿、ご覧の通り、もうすでに。みんな、ちょっと待って。私の話を聞いてちょうだい。静粛に。お嬢さん、審判では秩序を守っていただきたい。まあまあ、私が口を挟んだのにはそれなりの理由があるんだから待ってよ。ほら、弁論ばっかり聞いててみんなも疲れたでしょ。マジックショーをもう一つ見てみたくない？消えた少女をもう一度目の前に出現させるマジックショーをね。じゃあお願い、リネ。何を言ってるの？お嬢さん、がっかりさせるかもしれないけど、そういう奇跡を作り出すことはいくら僕が魔術師でもできやしないよ。ねえ、大魔術師さん、マジックで最も重要なポイントは人を惑わすことでしょ。人々の目に映るマジックはいつも真実を隠し、面白く、そして偽りの事象だけを見せる。でもみんなが偽りの事象を真実だと思った瞬間、その魔術もまた人々の目には真実として映るんじゃない？そしてそんなマジックこそ一番素晴らしく、今日のフィナーレにふさわしいと言えるでしょ。リネにリネット、もう一度やってみて。安心して、スピナリロースらは悩めるあんたたちのためにもう準備を整えてあるから。あんたたちこそ舞台のスポットライトを浴びるべき存在、魔術の創造者。最後のショーはあんたたちが主演を務めないとね。分かったよ。じゃじゃーん。どうも。まさかあれって失踪したホールジ？人が解けるなんてやっぱり嘘だったってことか？先に言っておくけど、法廷で本当のことを証言したら罪が軽くなるってその人から聞いて、それでここに来たの。さっきまでずっと外で隠れながらこの裁判を傍聴してた。私が審判されるんじゃないかって怖くて怖くて。だから誰にもバレてないことを知ってほっとした。でも気づいたらこの人に捕まってて。ふふん、私たち3人のことは甘く見ないでちょうだい。どこから話したらいいか。とにかくごめん。コーウェルを殺したのは私なの。
はあ？何？どうして？私、本当はホールジーじゃなくて、本名はリディア、モンド出身なの。リネのショーがすごいって聞いたから見たかったんだけど、チケットを買えなかったから1枚すったのよ。それが私の本業でね、スリなんて朝飯前ってわけ。今まで一度だって捕まったことがないわ。でもそれがまさか先日ロマリタイムハーバーで私のスリに気づく人がいるなんてね。その時はなんとか逃げ切ったけど、私を追ってきた人の中にそこのリネがいたのよ。あ、どっかで見た覚えがあると思ったら、あの時の泥棒か。お前の身のこなしがすごかったって確かリネが褒めてたよな。まあなんとかあの場は乗り切ったんだけど、ショーを見に行ったらまさか今度はあの抽選機に選ばれるなんてね。しかも彼がメロピデ要塞なんて口にするし、だってそこって監獄でしょ。てっきり目をつけられたんだと思ってびっくりしちゃって。だからまずは合わせるふりして隙を見て逃げようとしたの。けど急に水をかけられた上に誰かが地下道に入ってきて私を捕まえようとするし、そのまま捕まるなんてごめんだったからさ、その人を気絶させて箱に入れたんだ。ただ逃げ道がなくって、だから服を着替えてショーの衣装ケースの中に隠れることにしたの。で、最初の警察隊員が現場に駆けつけたタイミングで私は隙を見て抜け出して、それからは歌劇場内で身を潜めてたってわけ。おお、あの中に人って隠れられるもんなのか？でも誓って、水槽が落ちてくるなんて知らなかった。絶対、絶対にね。こうなるって知ってたら彼をマジックボックスに入れはしなかったわ。盗みはするけど殺人になんて絶対手を染めないから。ここまで来てやっと事件の全貌が見えてきたな。今度はリリアの視点で最初から最後まで事件を振り返ってみよう。あの物音は争いによるものじゃなく、パニック状態になったリリアが扉を破り、そこから脱出した時の音だった。この状況から見るに、花瓶は水の痕跡を隠すためのものじゃない。リリアとコーウェルが争ってる時に意図せず割れたもの。
リリアはそのまま離れたら捕まるのではないかと心配した。だから着替えて地下道から出るチャンスを伺っていた。さすが経験豊富な泥棒。パッパカパーン、名探偵パイモンの推理タイムだぜ。事件当時、幸運な観客として選ばれたリリアは思いがけない展開にパニックになってしまった。その上、地下道に入った途端水をかけられて、そのパニックも最高潮に。だからリリアは扉を破ってそこから出た。オイラたちが聞いた音はズバリこれだな。その物音を聞いたコーウェルは地下道に入り、計画通りに溶けていないリリアに気づいた。けどコーウェルは知らなかったんだ。リリアがフォンテーヌ人じゃなくて、ショーを見るためにチケットを盗んだ泥棒だったことをな。そしてコーウェルは原始大会の水が効くには時間が必要だって勘違いした。でリリアを無理やり箱に押し戻そうとしたんだ。花瓶はその取っ組み合いの際に割れたんだと思うぞ。最終的にリリアがコーウェルを気絶させて、そいつを箱に入れたってわけだ。そんで逃げ場のなかったリリアは服を着替えて、ショーが終わるまで衣装ケースに隠れてたんだな。歌劇場を出るには警察隊のチェックを受けなきゃいけなかったから、それから2日間リリアはずっと歌劇場の中にいたんだ。マカロンを食べながらおしゃべりしてた時、いつの間にか2つなくなってたけど、お腹を空かせたこの子に食べられてたってわけか。まったく本当に泥棒の天才ね。これで地下道で何が起きたのかはっきりしたな。そういうことだったのね。素晴らしいわ、ブラボー。被告人側の主張に対して異議はあるかな、フリーナ殿。僕は何も言うことはないのか、フリーナ殿。ちなみに審判が終わるまで原告側は退廷できない決まりだ。なら、なんで僕の考えが分かったんだ。はあ、意義はない、僕の負けだよ。まったく、わざわざ聞かなくてもいいだろ。僕にだってメンツってもんがあるんだぞ。空気が抜けた風船みたいに一気にしぼんじゃったぞ。では意義がなければ、フォンテーヌの最高審判官である私がこの事件の一部始終をここで振り返らせていただこう。少女失踪事件の真犯人であるコーウェルは観客リストから次のターゲットを選んだ。抽選機にあらかじめ細工を施しておけば、そのターゲットの少女は必ず選出される。また犯行の痕跡を消すため、コーウェルは水槽を落とすことで少女が溶けた後に残る水を隠そうと画策した。それをなすために水槽を吊っていたロープに細工し、ショーの最後に打ち上げる花火を利用したのだろう。
そして彼は少女を溶かすために風船にもある細工をした。そう、原始大海の水を入れたのだ。それをショーの準備中、マジックボックスの上板へと結びつけた。最後にコーエルは少女をマジックボックスに入れる際、あらかじめ用意しておいたフック付きロープを扉の隙間に通した。マジックショーが始まり、少女の入ったマジックボックスが地下道に入るとフック付きロープが引っ張られるという仕組みだ。それにより原始大海の水を入れた風船を割ったのだろう。無論当初のプランではこのタイミングで少女は溶けるはずだった。だがリリアは本邸の陣ではない。さらに彼女はマジックボックスから逃げ出したのだ。大きな物音とともにな。異変に気づいたコーエルは地下道に入るとリリアに遭遇した。そこで彼はある勘違いをしてしまう。原始大海の水に即効性はないと。そしてそのまま計画を続行すると決めた。しかし相手は思いもよらぬ犯行を見せる。格闘の末に彼は気絶させられマジックボックスに入れられた。そうして最終的に彼は被害者となった。一方リリアは先ほど彼女が述べた通り地下道で着替えて身を隠すことにした。ショーが終わった後は歌劇場の他の場所に移って隠れていたというわけだ。その間被告人リネはずっと歌劇場の地下にいた。ゆえに地下道で起こったことを知らなかったのだろう。こうして事件の全貌を振り返るに被告人は無罪と見るべきだ。よかったな、リネ、リネット。ただしリリアと被告人リネの行為に関しては別途審議をする必要があるが、本一件はもう諭旨裁定カーディナルに最終判断を任せていいだろう。よってこれにて判決を言い渡す。被告人リネ並びにリネットを無罪とする。ヒヒ、名探偵パイモンの大勝利だぜ。やるじゃん、さすが私の相棒。ありがとう、みんな。本当にありがとう。では警察隊員ボーン殿、説明してもらおうか。君はどうやってリネ君の荷物から原始大海の水を見つけたのだ。そうだ、そのせいで僕は誤った判断をしたんだからな。それともまさかここで嘘の証言をしたっていうのか。だとしたらいい度胸だ。コーエルのメモにあった仲間とはイネ君ではなく君のことだ。私は君はよくわかっているはずだ。どうすれば罰が軽くなるかをな。ほら、さっさと吐け。出ないと一生特別許可券と仲良く過ごすことになるぞ。私はただ言われた通りにしただけなんだ。リネに連続少女失踪事件の濡れ衣を着せ、ファディに容疑をかぶせる絶好の機会だと、そう上から言われて。
計画が露見し、原始大海の水の秘密も公になった今、そちらのトップはもう君のことをリスクの一部として見始めているだろう。最も賢明な選択は、警察隊の保護を得るためにも包み隠さず全てを白状することだ。ああ、いいよ、全て話そう。原始大海の水に人を溶かす効果があると気づいたのはうちのドンだ。しかもこの原始大海の水っていうのは薬にもなる。限りなく水で薄めて飲むと人は気分が高揚するんだ。それはもう病みつきになるくらいにな。私たちはずっとこれを売ってきた。随分と儲けさせてもらったよ。連続少女失踪事件もドンが計画したもので、あ、そのドンってのはあの、これって口封じってやつだよね。なんて残酷なやつら。なんと浅はかであるまじき愚行。この場にいる者を皆すぐに改めよ。これで帰っていいのか？それはそうだけど。旅人、パイモン、ちょっと待って。リネ。その、口も聞きたくない、顔だって見たくないって気持ちはわかるけど、君は僕がファデュイだと知りながらも最後まで僕のために弁護し、無罪にまでしてくれた。改めてお礼を言わせてほしい。そっか。でもいずれにせよ、君には面と向かってちゃんと話をさせてほしい。僕は別に目的や下心があって君と接触してたわけじゃないんだ。これまでずっとリネという一人の人間として君に接してきた。ファデュイに身を置いてるのは僕みたいな孤児とハウス・オブ・ハースの利益が一致したからに過ぎない。あの時僕たちのお父様が、つまり召使い様が僕を迎えてくれたのもそういった理由で。召使いってファデュイの執行官のことだよな。ハウス・オブ・ハースを管理してるって聞いたことあるけど、お前のお父さんだったのか。ああ、そう、もうここまで聞いてもらったんだ。僕の過去についても話させてほしい。昔両親を亡くした僕とリネとは二人して路頭をさまようしかなかった。だから生計を立てるためにも路上でパフォーマンスするマジシャンを観察することにしたんだ。何日も観察してようやくその巧妙なトリックを見抜いたよ。僕は妹を連れてそこからいくつか通りを挟んだ先の人が行き交う街角で試しにマジックショーを始めてみた。
ショウは思いのほか受けが良くてね。食事の問題はひとまず解決したよ。けどやっぱり妹には僕と同じように野宿してほしくなかった。でもそれからすぐにある一人の貴族が僕を訪ねてきたんだ。ショウを見て僕たちを養子にしたいと言ってくれた。孤児からいきなり貴族の養子になったのか？ああ、運がまた僕たちの味方をして苦しい日々とさようならできると、僕たちも最初はそう思ったよ。でも養子を取ったのはその人がただ僕のマジックの才能に目をつけただけだったと分かった。彼は人の目を引くために僕を様々なパーティーに出席させてね。そして社交界でコネを広げようとしたんだ。それも別に悪くないんじゃないか？少なくとも路上で生活するよりはマシだろ？後になって気づいたんだ。あの貴族たちの闇は僕たちが思っているよりもずっと深いってね。あるパーティーでのショーが終わった後、僕はリネットが同じ車に乗っていないことに気づいた。家に着いてしばらく経ってもリネットは帰ってこなかった。だから僕はその貴族の寝室に行って妹はどうしたんだと聞いたんだ。するとそいつはこう答えた。パーティーである大物のお眼鏡にかなってな、贈り物として差し上げたんだ。助手を変えてもマジックはできるだろうって。え、まさかそいつ、フォンテーヌの法律でそういったやつって裁けないのかよ。外の人間から見れば単なる養子縁組の関係だからね。調査をごまかす方法はいくらでもあるさ。その大物とやらの邸宅の場所を聞き出してすぐに向かったよ。警備の目を盗んで塀を越え邸宅に入ったけど、そこには月明かりに照らされた床の血痕と、暗闇に佇む召使い様の姿があるだけだった。召使いがもうそいつを始末してたってことか。うん、リネットが被害に遭う前にあの方が救ってくれたんだ。そして地下室からは閉じ込められてた女の子が数人見つかった。全員両親のいない孤児だったよ。お父様、いや召使い様は多分僕の素質を見て迎え入れてくれたんだと思う。君と私たちの利益は一致しているはずだ。ハウス・オブ・ハースは君を歓迎しよう。君はここで裏切られることはない。そして裏切りも一切容認しないって。貴族に裏切られたばかりの僕からするとその言葉をすぐに鵜呑みにはできなかった。でもその直後に召使い様は僕を養子にした貴族を始末して僕に自由を返してくれた。それでお前と妹はハウス・オブ・ハースに入ったってわけか。
召使い様には何かご自身の計画があるみたいだ。あの方はスネージナや女皇の許可を得てる。フォンテーヌの神の心を奪った後、召使い様はその力を使ってまず予言を打ち破り、この国を救う方法を探すつもりなんだ。つまりそいつも予言が本物だって信じてるのか？そう、ハウス・オブ・ハースは全力で予言の危機に抗おうとしてる。そして今日の事件はフォンテーヌ人が特定の水に溶けることを証明し、予言を裏付ける新たな根拠となった。ハウス・オブ・ハースは召使い様も含めてみんなフォンテーヌ人なんだ。僕たちは自分の故郷を守ることを諦めない。何せ僕たち個人にとってこの世界とのつながりは、家族であるみんな以外にもう故郷しか残っていないからね。マジックポケットを配ることから神の心を盗むことまで、全て予言をどうにかするためにやってたことなのか。大丈夫、分かってるよ。僕もただ言いたいことを伝えたかっただけだから。でもたとえハウス・オブ・ハースにいても、僕は一度だって自分の意思を手放したことはない。僕はずっと正しいと思うことをしてきたんだ。これだけはどうか分かってほしい。この先もし何か手伝えることがあったら、いつでも僕を訪ねて。リネとして君を助けるよ。裁判が終わった途端に姿を消すんだから。なんだナビア、オイラたちを探してたのか。この事件はまだ終わってないでしょ。私たちはこれで連続少女失踪事件の真実にまた一歩近づけた。そうだよね。どうかした相棒。それにこういう数十年も未解決だった事件を本当にオイラたちの力で解決できるもんなのか。今回新しい手がかりが見つかったわけだし、水神の部下が芋づる式で解決してくれると思うぞ。え？そっか。うん。
私は予想してなかったけど、でもまあ、あんたたちってフォンテーヌに来たばかりの旅人だもんね。ごめん、勝手に一人で舞い上がっちゃって。いやいや、ナビア、謝る必要はないって。はあ、あんたたちと事件を調査してる時間は楽しかったよ。なんていうか、その、うん、まるで淀んだ水に新たな流れを、新たな希望を注いでいくかのようで、水に映った影がだんだん鮮明になっていって。あはは、私ってばすぐ感傷的になっちゃうんだ。気にしないで。あ、そうだ、送別会やろ。え、律儀にわざわざそんなもんを。ひひ、オイラたちとの関係を本当に大切にしてくれてるんだな。あらゆる大切な思い出に悔いを残すことなく、完璧なピリオドを打ちたいの、私は。それに、ただ食事するだけであまり時間は取らせないから。ボスのナビアがおごってくれるってんな。オイラは喜んで食べに行くぞ。そう、あれこれ考えるなって。それじゃあ、まずはフォンテーヌ邸に戻って、それから一緒にホテルデュボールへ向かいましょう。そしたらちょうど夕食の時間に間に合うだろうから。よーし、送別会にレッツゴちょっ。
マジックスト…マジック…星と深淵を目指せ。